在した路面電車ソビエト連邦時代の1924年に開通したが2006年7月に廃止されたマキーフカ主電はドンバス地方における最初の路面電車として1924年に開通した歴史を持つ最初の路線はマキーフカ近郊の炭鉱を結ぶ労働者の輸送手段の役割を担う路線であり マキーフカ市内の路線は1928年に開通した。第二次世界大戦直前には4系統が存在し、ナチスドイツによる占領から解放された後は、荒廃したこれらの路線の復旧や、線形の改良が行われた。その後は、再度新規路線の開通が進んだ一方、それに合わせた系統の再編も、頻繁に実施された。 1965年時点の営業キロは 51.2km6 系統で運行され、車両数は114両を記録した。それ以降も1970年代初頭まで路線網の延伸は続いたが、1969年以降、トロリーバスの路線網の整備が優先的に行われるようになり、路面電車は一部区間の廃止が実施された。それでも大半の区間は、 整備が続き、ソビート連邦の崩壊直後は営業キロ 63km6 系統という大規模な路線網を有していた。だが、経済の混乱やモータリーゼーションの進展により、運営事業者の債務の増加や、車両の老朽化、行政からの補助金の欠如、従業員の賃金の低下、未払いを起因としたストライキなど数多くの問題を抱えることとなり、 線路や河川など設備の盗難も相次ぐようになった。これらの要因が重なり、2000年代以降、牧い深市電は路線網の廃止が進み、2006年時点で運行していた系統は2つのみに縮小し、これらの路線についても同年7月3日をもって運行を停止した。その後線路や河川の撤去が行われ、牧い深市内から路面電車は 完全に姿を消した。最後まで使用されていた車両は1975年から1991年まで導入が行われた KTM-5 であった。ありがとうございます。